プロボクシング、WBA、WBC、IBF、WBO 世界スーパーバンタム級、55、3キロ以下、タイトルマッチ12回戦4団体統一王者、井上直也、WBC 同級1位ルイスネリ、WBO 世界バンタム級、53、5キロ以下、タイトルマッチ12回戦王者ジェイソン・モロニー、 同級5位、竹井義樹、WBA 世界バンタム級タイトルマッチ12回戦王者、井上拓馬、同級1位、石田拓美、WBA 世界フライ級、58キロ以下、タイトルマッチ12回戦王者、有利悪井正悟る、同級3位、桑原拓、6日、東京ドーム、 プロボクシング世界4団体スーパーバンタム級統一王者、井上直也、31、イコール大橋イコールの防衛戦は6日、東京ドームでゴングを迎える。四大世界戦のメインイベントで、元世界2階級制覇のルイスネリ、29、メキシコイコールの挑戦を受ける。 東京ドームでのプロボクシング工業は1990年2月11日のマイク・タイソン、ジェームス・ダグラス、共に米国の統一世界ヘビー級タイトルマッチ以来34年ぶりで井上直は初の日本人メインイベンターの大役を務める4万人以上を収容するメガファイトの行方は スポーツ報知評論家で、ネリと2度の対戦経験のある元 WBC 世界バンタム級王者、山中晋介氏、41、が占った。今やナオは世界のトップオブザトップだ。これまで難なく4階級制覇を達成しているが、その中でも特筆すべき点は、階級を上げても KO 決着に持ち込むところだ。 世界的大スターの6階級制覇マニー・パッキャオ、フィリピン、5階級制覇フロイド・メイウェザー・ジュニア、米国、ラは階級を上げるごとに KO 決着が減り、判定勝負になる傾向にあったが、ナオヤに限っては全くと言っていいほどその傾向はない。階級を上げれば相手の体格も大きくなり、パワーもある。複数階級を制覇したボクサーはみんな、 この壁に苦しむが、ナオヤは別格だ。パンチ力が破格なのだろう。昨年12月のマーロン・タパレス戦、10回 KO で証明したように、ガードの上からでも当たれば倒せるのは、このクラスでナオヤぐらいだ。ネリは私との2度の対戦、17年8月イコールネリの4回 TKO 勝ち、18年3月イコールネリの2回 TKO 勝ち、 でもわかるように好戦的なスタイルだ。回転の速い左右のフックで、勢いづかせると手が止まらない。一発のパンチの強さで倒すタイプではなく、連打で相手にダメージを与えていく。リングの中で死んでもいいなど来日後の発言を聞いていても、直オ戦はかなりの覚悟を持って挑むことが予想される。直オがこれまで戦ったスティーブン・フルトン。 タパレスのようなディフェンシブなタイプではなく、前に出て打ち合いを挑むのがネリだ。静かな立ち上がりはなく、1ラウンド目から激しいパンチの交換もあるだろう。ただ、あらゆるパンチ、テクニックを比較してみてもナオヤが劣っている点は見つからない。普通に考えれば7ラウンドくらいまでにはナオヤが決着をつけてしまう気がする。ネリがより高戦的に挑めば、 それ以上に早い回での KO 決着もあるだろう。元 WBC 世界バンタム級王者、山中新介、山中新介、1982年10月11日、滋賀、湖南市生まれ、41歳、南京都高1年でボクシングを始め、仙台を経て2006年にプロデビュー。 10年に日本バンタム級王座11年に WBC 世界同級王座を獲得。日本歴代2位の12戦連続防衛後、17年のルイス・ネリトの V13 戦で王座陥落。18年3月にネリトの再戦に敗れ現役引退。通算戦績は27勝、19KO、2敗に分け。 身長170センチの左ボクサーパンチャー。相性は、ゴッツレフト、神の左。